アイ台団地入り口交差点から見た神奈川県道507号線。手前を横切るのは県道51号線総部台団地付近は防音壁に囲まれ、途中にバス停も設置されている星が丘交差点。右奥が起点方面。神奈川県道507号アイ台相模原線は座間市から相模原市に至る県道である。全長の内座間市域は、 わずか約110メートルしかなく、ほぼすべてが相模原市行きに含まれる。戦時中には相模原市新磯の浅溝大地区の大部分は軍用地として射撃練習場が設置されていた。この道路のうち座間市側は県道50号の延長上にあり、相模原市側は相模原市街地と直結しているため、地域の東西交通や相模原市における南北の 幹線道路としての役割を担っており、交通量も多い。起点から約1トルは、相部大団地を貫く形になっているが、ここの部分ができたのは1980年代後半である。それまでは、車の通れない長い空き地になっていた。これは、騒音のために団地の中を貫くことを反対する、団地側と道路を貫き県道51号と接続させたい。 県側で長い間協議が行われていたことによる、防音壁を作るということでお互いの妥協点に達し、現在の形になったと言われている。旧相模原市域では、町田街道も含め東から数えて5本目、大沼街道、村付線、旧大仙道、国道129号、県道48号であり、ちょうど市域の真ん中を南北に貫いている。特に、 ザマシ川の延長上で、ある県道50号は、県道56号との接続や山和市中央林間、南林間地区における唯一の県道であるため、他方からの交通流入が激しいのに対して、支店、愛部台団地交差点から県道52号と、交差する相模原公園入り口交差点までは片側1車線、同交差点から終点、 星ヶ丘交差点までは片側に車線となっているため、片側1車線区間は特に混雑が激しい。また、星ヶ丘交差点以北の延長上の道も含めると、相模原市藤見にて、国道16号と、道市矢部にて、旧国道16号とぶつかるため、国道16号の迂回路線として使用されることも多い。また、周辺には、規模の大きな公園や大学。 病院が多く立地しているため文教色が強い。地元では、星が、岡井北の延長上の道の終点に、村府神社があるため村府線と呼称されている。沿線に、神奈川中央交通東の相模原営業所がある、ため、蒸気路線の他にも改装による、出入庫車両が、道路線を多く走行する。ありがとうございます。